ワールドラインは電子決済プラットフォームの開発、運営企業。フランスブゾンに本拠を置き、世界25カ国以上に拠点を持つ、ユーロネクストパリ上場企業。ワールドラインの歴史は、主要株主の一つであるアトスの遠隔と重なる。1970年、クレディアグリコルの前身企業の一つであるクレディリオネが、データセンター主会社として設立したスリガを起源とする。 1972年にスリガはセゴスト合併しスリゴスが設立され、翌1973年にスリゴスカードと呼ばれるデビットカードによるキャッシュレス決済サービスを開始した。1996年にスリゴスはウェブ分野に強みを持つテクノロジー企業のアクシムにより買収され、この会社は2000年にアトスオリジンとなったが2004年6月、 同社が買収により得た、初企業の決済事業が一つの事業体に統合され、アトスワールドラインとなった。2010年8月、アトスワールドラインは、インドのベンチャー企業のインフォーテックを買収した。2012年6月には、オランダの同業クオリティエキップメントを買収した。2013年9月、アトスは、決済部門の分社化を発表。2014年6月、 ワールドラインの社名で、ユーロネクストパリに株式を上場した。2015年12月、オランダの同業、ペイスクワヤを、毎週、2017年7月、アメリカ合衆国の同業ファーストデータからバルト三国事業を、毎週、2018年11月、スイス証券取引所を運営する、シックスグループが、新たに、ワールドラインの株式の4分の1強を取得する、 ことと引き換えに、ワールドラインは、同社の決済部門である、シックスペイメントサービスヨーロッパ SA を買収する、取引が成立した。分社会以来アトスが、ワールドラインの株式の過半数を保有していたが、2019年5月に、株式の一部を売却。アトスの保有割合は2割未満に低下し、最大株主の地位を降りた。2020年10月、 世界最大の電子決済端末メーカーであるインジェニコグループの買収を完了し参加とした。中国、台湾、インドなどのアジアやブラジルアルゼンチンなど南米にも現地法人を持ち事業を展開している。地域別での売上ではフランスが19%、ベネルクス3国が32%、スイス及び ドイツが15%であり、欧州外での売上は10%未満であるが、欧州地域における売上では、最大手となっている。子会社、インジェニコグループの日本法人が東京にオフィスを持つ。また、ワールドライン本社は、JCB と2014年5月に提携を結び、ヨーロッパにおける JCB カードの顧客基盤拡大に、協力している。ありがとうございます。